じゃあ玉質はどうなの？玉質は結構私は直線的に行く、こっちのフォアのクロスよりもバケクロスの方がちょっとフラットに、スピードの量を少し減らして打つ、はい、打ちます。それって、打ちやすいからそれとも決まりやすいから両方言えるんですけど、こうスピードが少しこうスピードを落ちてしまって、ちょっとウィナーを取りたいっていう意味では結構フラットになっていくんですけど、それでアプローチして前に出たいっていう時はちょっとスピード。あー、それは何で？それは次フラット系の振りつつ、そこでもしっかり回転をかけるっていう。なるほど。